自民党の茂木派は都内でパーティーを開き、茂木会長は日本を前に進める仕事を全うしていく。と挨拶し、派閥の結束をアピールしました。自民党茂木派会長の茂木幹事長は、我々が政権を支える主要派閥の一つなんだと、そういう自覚を持って様々な問題に取り組んでいくことだと。 こんな風に考えております。モテギ派になって初めて開かれたパーティーにはおよそ1500人が出席し、来賓として出席した岸田総理大臣は、モテギ会長をこう持ち上げました。モテギ会長は、息つく暇もなく、養殖を務め続けてこられた。こうやって考えますと、後残されている国の重要ポストってのは、 あと一つぐらいしか残ってないんではないかなと思いまして、複雑な思いをいたしましたが、モテニ派は9日に会員が2人増え、麻生派と並ぶ党内第2派閥になりました。